フィギュアスケートの宇野昌磨選手が9日、自身の SNS で現役を引退することを発表しました。画像、全日本選手権を制覇した宇野昌磨選手、宇野選手は2018年の平昌五輪で銀メダルを獲得。2022年の北京五輪では銅メダルを獲得しました。宇野昌磨選手コメント皆様、こんにちは宇野昌磨です。この度、 現役選手を引退する決断をいたしました。今日まで競技者としての僕を応援してくださった皆様、支えてくださった皆様本当にありがとうございました。5歳の時にスケートと出会い、21年間続けることができ、素晴らしい競技生活を送れたことにとても感謝しております。5月14日に引退の記者会見を行い、 僕の思いや今後の活動についてはその場でお話しさせていただきます。会見はトヨタイムズでライブ配信されますのでご覧いただければ幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。宇野昌磨